お待たせいたしました。ありがとう存じます。ゆうべ見やしたって、それからどうだっていうの。いやよ、そんな大きな声出して。だってひろこさんが言い出したんじゃないの。さすかさんの考えはね、聞こうかと思ったのよ。どんなこと。もういいわ。まあバカにしてるわ。何でもないことなのよ。いや、見やした方ってどんな方。とても素敵なのよ。まあバカだひろこさん。ほら、なんて言ったかしら。ここにもリサンダ見えたでしょ。いとこの北村さんって方。あなたと好きなんじゃなかったの。知って、あの人は小さな時から兄弟みたいに知った人よ。だって好きは好きなんでしょ。とか知らんとか、お互いに言ったことなんかないわ。あいつの喧嘩ばっかりしてんのよ。それはお互いに好きだからよ。私はそう睨んだな。喧嘩するほど深くなりって。ああ、あれは夫婦か。でも同じよ、やっぱり。そんなんじゃないのよ。私はあの人を尊敬してんのよ。だけど、あの人は私を古臭いと軽蔑してんの。それだけ。本当？いらっしゃいます。田村の記事、これはどうしたって金一封もんだぜ。やつにはかなわねえよ。頭が食ってすばしこいてきてるんだからな。お、ゴンドンが現れたぜ。おい、やけに不満だじゃねえか。さてはもう金一封だな。うまくやってやんな。おぼれおぼれ。いいかおい、飲ませるんだぜ。銀座、1120。うん。どうぞ。様で、あ、少々お待ちを。ひろこさん、お電話。北村さんよ。うん、ありがとう。はい。あ、ひろちゃんかい。電話くれて何だい。あのね、ゆうべの報告したいと思って。うん、どんな人だったい。とても素敵なの。なんてそれ嘘よ。とにかく会って話したんだけど。ああ、いいよ。じゃあ5時半ごろ。どこにする？ああ、そう。じゃあ。おい、いいのかおい。そんなんじゃないんだよ。そうは言わせないね。どこの女だおい。知らんかい。それはもちろん、素敵な美人さ。ふざけるね。ところが、ただのいとこなんだね。怪しいもんだぜ。そんなちゃんなら紹介しろよ。素敵な美人じゃないか。美人にして頭脳明晰なんだね。ちょっと身なんかにはもったいないぞ。まあせいぜい羨めよ。あの娘はどうしたい。よく君は引っ張って歩いてた。俺は恋人さ。引っ張ってやら。君みたいな要領のいいのにあっちゃかなわないよ。堀江さん、ご面会です。誰。おたっかです。なんだい。ねえ兄さん、またお願い。金か。あのね、お友達のうちに不幸があってね、お悔やみに行かなくちゃならないの。お母さんからもらったらいいじゃないか。だってお母さん、陽子の言うこと信用しないんだもの。兄さんだって信用しやしないよ。ならいいわ。少し使いすぎるってお母さん言ってたぜ。だって今日のは本当に必要なのよ。いくらいるんだよ。いくらでもいいわ。あまりお友達のお父さんやお母さんを殺すなよ。悪いぜ。ねえ兄さん、夕べ見合いした方、とても綺麗なんですってね。嬉しいでしょ。バカ。少しぐらい余計にくれたっていいわ。ちゃっかりするなよ。あ、お前僕のお友達の武田知ってるだろ。ええ。あれの会社にいる松田とか増田とかいう男、知ってんのかい。いいえ。お前とその男が歩いてたのを武田が見たって言ってたぜ。知らないわ私。他のことと違って気をつけなきゃいけないぜ。大
大丈夫よ、そんなこと。いい加減な男が多いんだからね、気迫なことしちゃダメだよ。かなり軽薄な感じのする人だけど、でも今の若い人ってみんなそうかもしれないわね。ひどく男性を見くびったもんだね。それはリオさんみたいにしっかりした人やっていやしないわ。どうもありがとう。ねえ、どうしよう。どうしようって僕がお嫁に行くわけじゃないし、そんなこと知らないよ。意地悪ね。じゃあいいわ、私行くことに決めちゃおう。どうせ私には好きになって結婚するなんてことありそうもないし、誰だって同じだわ。それは君が古臭くてはっきりしないからさ。そうよ、どうせ私なんか古臭くてはっきりしない女よ。だからって何も涼さんのお嫁さんなんじゃないからいいじゃないの。他の人だって気の毒さ。まあとにかく結婚ってば一生のことだからね、あんまりあっさり片付けない方がいいよ。私は一生のことだから何とかなっていくだろうと思ってんの。ほら、そんな考え方がいけないんだよ。いいったら、私自信があるんだから。そんならやってみるさ。リオさんだって偉そうに言ったって恋人一人できやしないじゃないの。余計な世話だよ。頭が良くてモダンではっきりした方早く探すといいわ。ありがとう。ねえ、どうするのさ。二人のことうちへ話したってお父さんやお母さん簡単に OK って嫌しないわ。それにもう私のお嫁の口いくつか見つけたらしいのよ。どうする。だから君さえよかったらうちを飛び出すなりなんなりしてくれたら。だって私アパートなんか住むの嫌よ。ねえ、郊外でいい家見つけましょうよ。ああねえ、家出するとなったら私着替え一枚持って出られないかもしれなくてよ。それにお金だってないし。ねえ、なんとかなる。だけどあんまり急じゃん。そんなこと言ってたら私困っちゃうわよ。お父さんだって時期私たちのこと諦めちゃうと思うんだけど、そうすればお金だって少しはくれるわ。ねえ、その間だけなんとかいい考えない。いやね、そんな深刻な顔していいわ、考えててくれればね。さあ、じゃあ踊りに行こう。もうお嫁さんをもらわなきゃいけないね。どんな人がいいかね。どんな人って兄さんかあんまり出かけなくてよ、財産があるわけじゃなくて面倒な親父がいるし。だけど亮さんにだったらいくらだっていううちからお嫁さん来ますよ。どうかしら。お父さん相変わらずなの。ええ、近頃はね、骨董に凝ってんのよ。人儲けするんだって言って兄さんからお金取る。変なもの買い込んできて損してばっかりいるのよ。まあそう。ねえおばさん、見合いした方ってどんな方。なかなか良さそうな人だったよ。そう。ねえよしこさん、近頃の若い人たちはよくダンスホールだとかダンスだとかって言うけど、あんたなんかもダンスってやるの。私ホールへ行ったことないけど、お友達の家でちょいちょい踊るわ。そうかね。やっぱりよしこさんは新しいんだね。だって今台湾の人踊るわ。それがね、うちの白子なんかそういうことちっともダメでしょ。昨日のお見合いの時にもさ、ダンスなんかなさいますかって聞かれてるわけです。なろうとなるよ、すぐ覚えられるわ。そうかね。じゃああの子なんかもよしこさんに少し教えてもらうといいんだけれど。よっちゃん、僕にも教えてくれよ。ダメよ君なんか、余計不良になっちゃうから。自分こそ不良少女のくせに。マサオ、凌介兄さんが証明してたもの、確かなもんさ。名前聞いたな。よし、乗しちゃうから。よし、さあ来い。ダメよ、また襖なんか破いちゃ。これ乱暴しちゃいけないじゃないか。これさ、どうだ、謝るか。お母さん、thank you.
さん来てたの。おかえりなさい。何をされてるんだ。よっちゃんの力だったらすげえのさ。こうむけしちゃった。困った人たちね。また喧嘩してたんでしょ。お前今日なんだ。お父さんの着物ができたってから取りに来たのよ。ご飯は亮さんにごちそうになったわ。そう。こんばんは。いらっしゃい。また想像しのまで来てたんですね。お父さんの着物が縫い上がったんでね、またをやろうと思ったんだけど、どうも近頃行けなくなってね。言うてやん、俺急じゃねえ。あれですからね。でも亮さんの言うことだけはよく聞くのよ。私たちは天でバカにしてダメ。みんな頭が悪いんだからな。よっちゃんなんてのはすぐ満足だもん。一番立ちが悪い。これこれ、よし、じゃあメンタルテストしてやろう。こっち来たまえ。よし、何でも来い。お紅茶がいい？うん。ひろこから昨日のこと聞きました。ええ、あの子からはまだ何とも返事聞かないんだけれど、なかなか女性のないいい人だと思ったんですよ。そうですか。まあ今のうちからしたら今度のような結婚の話はないと思うんだけれど、とにかく何て言ってもうちがしっかりしてなけりゃね。そりゃそうですよ。マサオの学習ぐらい出してくれると言ってますし、本当に助かりますわ。死んだ主人が残していったものなんてほんのわずかなものなんですものね。そんなこと言っちゃあんたのお父さんには悪いけど、うちのには随分苦労させられましたからね。やっぱり血を引いてるんですね。うちの親父なんかもどうも金のことなんか考えないで困ることがあるんですよ。お金で苦労させられるの一番嫌ですものね。そりゃそうですよ。だけどとてもハイカラな人らしいんでね、この子なんかにうまくやっていけるかどうか、それを心配しているんですよ。大丈夫ですよ、ひろちゃんなら頭がいいんだもの。まあ皮肉ね。どんな場合だってうまくやっていける自信持ってるはずじゃないか。ええ、そうよ。だけど昨日のようにさ。大丈夫よ、お母さんまたダンスのこと心配してるんでしょ。ダンスぐらい私にだってできてよ。心配だったら踊ってみせたいんだっていいわ。へえ、ひろちゃん踊るのかい。知らなかったな。よしこさん、じゃあ鶴はなぜ片足で立ってるか知ってる。ち、そんなの古いやん。じゃあね。ち、よしこさん。ねえよしこさん、踊ってよ。ひろこさん踊るの？ダンスやるなんてちっとも知らなかったよ。お金があってモダンな女性のない人生、このいい結婚なんてあるし、私みたいに頭が悪くてうるさい女にはもったいないわ。どうしたの？愛の消し去りってんじゃない。ひろこさん本当にお嫁に行っちゃうつもりなのかしら。うん、行くだろ。だってひろこさん兄さんのこと好きなんでしょ。そんなことはどうだかわかるもんか。だってそうよ。だけど兄さんがいつでもひろこさんのこと古い古いって言うもんだから、ひろこさん意地でよそよ嫁に行っちゃうつもりなのよ。そんなことあるもんか。じゃあ本当に喜んでお嫁に行くっていうの。ひろちゃんってな、親が決めた縁談なら満足していくといった方の女なんだよ。またそれでうまくやっていける人なんだ。ただちょっぴりね、これでいいのかしらって考えたりするようなとこがあるんだね。それが煩わしてるんだよ。じゃあ好きな人があっても親が不賛成なら結婚しないっていうの。そうさ。つまんなくないかしら。そんなことはしないよ。大いに自信持って結婚するだろ。
ひろこさん幸福そうね。やっと安心しましたよ。いいわ、とても素敵。よく撮れてるでしょ。似合いのご夫婦ね。チッ、羨ましがって言えば嫌なの。バカだね、この子は。女は誰だってお嫁に行くんですよ。うっちゃんお嫁に行くときに、そんな畑みたいな頭で行くのかい。よその嫁さんだって綺麗よ。そう、よしこさんはよそのお嫁さん姿が似合うだろうね。日本髪にしたかったら、今カツラだっていいのあるのよ。おかしいや、楽しみみたいで。行ったな。ダメよ、行けない子ね。いや、ねえおばさん、ひろこさん来る。昨日やっと見えたのよ。あそこの妹さんが家を飛び出したとかで、だいぶゴタゴタしたらしいのね。まあそう、大変硬い家だってんだけど、どうしてそんな人が出るんだろうね。そうね。よしこさん明日お休みでしょ。ええ、じゃあゆっくりしてらっしゃいね。ひろこがいなくなってからやっぱり寂しくてね。ですね、ご飯の途中でお行儀の悪い。だって今子供の時間だろ。ご飯が済んでからなさい。これお姉さんお作りになったの。そう、とても美味しいね。そう、じゃああんたにあげるわ。ありがたい。なんですね、まだ自分のがあるじゃありませんか。お母さん、姉さんが舌を出しましたよ。うるさいのね。ご飯の時は黙ってわがなさい。姉さん、お水。はい。お水ぐらい自分で持ってらっしゃいよ。だって、ご飯の途中なんだけど、立っていい？まあ、持ってまいりましょうね。いけない子ね。お姉さんってなんだか、とても冷たい感じね。そんなことないだろ。おとなしいんだよ。いい姉さんだぞ。僕この間1円もらっちゃった。どうして黙ってたんです。だって黙ってなかいって言ったんだもの。何を買ったんです。漫画の本だよ。だってお母さんが買ってくれないんだもの。いけないのね、ねだったんでしょ。はい。ジローは何を言い出すかわからないから、あんまり無駄遣いさせないように気をつけてくださいよ。はい。お母さん、次郎が舌を出しましたよ。ごちそうさま。新一は近頃帰りが遅いようだけど。会社の方が忙しいとおっしゃってますけど。そんならいいけど、気をつけてくださいよ。うちが楽しみでさっさと帰ってくるようでないといけないからね。はい。これで皆様方の時間は終わりました。ではさようなら。次は6時30分より公演であります。チェッ、食べてちょうだいな。はい。旦那様と私のこっち残しててね。はい。ねえ姉さん、すいませんけどお父さんの肩揉んであげてよ。私今夜勉強しなくちゃならないの。え、いいですわ。あのお肩。うん、美智子は？ご勉強ですから帰らせていただきます。そうかい。そりゃすまないね。じゃあ少し揉んでもらおうか。いいお嫁さんなんで、私たちも本当に安心しましたよ。気が利きませんので、お小言をどんどんおっしゃってくださいまし。わしたちもこれから何かと面倒を見てもらえるのはあんただけだもんな。もうこれで心配がないというもんだよ。ねえねえさん、この問題どうやんの。そういうのは450。うるさいわね、一人でやんなさいよ。美智子様、ちょっと。何？ちょっと何さん、
何？あの陽子姉さまがいらっしゃってそっとお会いしたいとおっしゃるんですが。まあ姉さんが。まあ姉さんどうしたの？ねえちょっと頼みがあって寄ったんだけど。どうしてんの姉さん。お父さん怒ってる？ううん、そんなでもないけど。ねえ会ってらっしゃい。大丈夫だ？ダメよ、まだ行けないわ。姉さん三十ちょっと見てよ。もう少し待ってらっしゃいね。お母さん、みちこ姉さんずるいんだよ。姉さんのお父さんの肩叩かして出し読んでるんだよ。まあそういけないね。姉さんちょっと。なんだね、まあ大きな声出して。あ、ありがとう、もうたくさんだよ。姉さん、ねえお父さん、ねえお父さん、こういう問題なんだよ。醤油が 458.5 リットルある。ねえ姉さん、お願い、10円ほど貸していただけない？何にお使いになるんですの？それ言えないのよ。私きっとお母さんにいただいて返すわ。でも、私の持ってるお金、みんなお母さんからお預かりしているんですし。何でしたら私から母さんに話しましょうか。ダメなのよそれが。お母さんに話せるんだったら私はするわ。でもそれじゃあ。だって10円ぐらいなんとかならないの？余分にいただいてないんですし困りますわ。ならいいわよ、人が困って頼んでるのに。ですから若さをおっしゃっていただければまたなんとか。いいわよ、そんなに困らせるんなら。じゃあ言うわ、陽子姉さんはかわいそうなのよ。困ってお金借りに来たんだわ。まあお見えになってんですの？内緒なのよ。ありがとう。お父さんやお母さんには絶対内緒にね。姉さん、この問題解いてよ。お父さんできないんだよ。醤油が 458.5 リットルある。これを16リットル入りの紙に詰めると、リクタルでっていくら余るか。ちょっと待ってね。はい。は、さようでございます。は、少々お待ちくださいませ。美智子さん、お電話、須田さんからです。あ、そう。もういいの？ええ。醤油が 458.5 リットル。あ、あのね、少し喉が変なんで吸入しとこうと思うんだけど。はい。吸。あ、杉谷にやらせなさいよ。ねえ、お母さん。私はして豊子さんたちとハイキングするの。いいでしょ。どこ行くんだ？奥多摩の方なんですって。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。おりますか？あ、どうぞ。福田さんがお見えです。あ、そう。いや、またお邪魔に上がりました。いらっしゃい。さあどうぞ。小芝町よね。はい。あ、姉さん、私は明日奥多摩行くの。5時に起こしてね。まあ早いんですの。杉谷じゃ信用できないんですもん。え、いいですわ。じゃあお願いしてよ。姉さん、ねえ姉さん、こういう問題なんだよ。醤油が 458.5 リットルある。ちょっと待ってね。やんなきゃな。あ、ひろっかい。今夜はもう少し遅くなるけど。お仕事、お忙しいんですの？ああ、ちょっと忙しいんだよ。ああ。やだよ。じゃあ、頼むよ。あ、
いいよ。おい、やっぱり内書きになるんだろ。ちぇ、そんな甘かないよ。やってこまんじゃないのか。バカ言ってやがら。堀江さんの奥さんってとても綺麗なんですよね。素敵だぞ。君なんか見たら自殺したくなっちゃうから。まあ、見たいわ。堀江さん、一度連れてらっしゃいよ。ところが、うちへ大事にしまっといてさ、めったなものに見せないんだよ。みんな自殺しちゃうからでしょ。そんな綺麗な奥さんがいるのに、どうして早く買えないの。男って考えそうなんですよね。結婚しちゃってなんか、友達なんかの変な見えから、かつて遅く帰るんですって。バカ言ってやら。あんまり始終見てて、早く飽きなくたら困るからさ。いや、ね、そんな置物みたいに悪いんだね。俺は違うよ。あんたなんか遅く帰る方が喜ばれる方よ。でもまだまだね、あと私がやっとくから。そうですか。明日早くするからね。ではお先に休ませていただきます。おやすみ。なくなっちゃったんですもの。妹のとこへ借りに行ったのよ。恥ずかしかったわ。帰りに紙だけ手入れてきたの。そう。今日ね、いい家見つけたのよ。お金ね、もう少し待たないと都合がつかないんだけど。もう少しもう少しっていつになったらいいのよ。嫌だわ、こんな不自由な生活。不自由だけど、僕は幸福だと思ってるんだよ。いやいや、私こんな生活。あんたお互いに愛し合ってたら、どんな不自由な生活だって幸せだって言うけど。嫌だわ、私。愛情だってきっと干からびちゃってよ。だけどさ。いやいや、嫌だった。おかえり。あ、おかえり。いらっしゃい。だいぶ世話しいらしいね。あ、お疲れでしょう。ええ、何か召し上がります、うん、いらないよ。毎日遅くて寂しいかい。でもお忙しいんでしょ。明日はお休みだから今夜は少しゆっくりしよう。
お前も少し飲んでごらん。ちょっと、ダメですわ。大丈夫だよ。さあ、ちょっと飲んでごらん。でも、まだお客様もいらっしゃる。こっちの方が構いしないよ。少しやってごらん。どうぞ。こっちの方は構いはしないよ。ちょっと行ってまいりますわ。どうぞお構いなく。まあいいじゃありませんか、近いんだから。あ、ありがとう。あ、熱いお茶を一杯入れてくれないか。はい。時にあの土地の方の話はどうなりました。ああ、あれですか。あれはまだ先方がぐずついてるんですよ。あれで電車でも通るようになればね。それでしたらはっきりするんですがな。ああ、それはそうですね。ひろこ、とにかく住宅地としては。おい、ひろこ、ひろこ。できたりして、行けなかった。いや、構えしないよ。人材買い物に来たもんだから、会えたら久しぶりに会っていこうと思って。そう。いいわね。久しぶりで、こんなひれひれとしたとこへ来て、気が晴れられするわ。東京って広いのね。だって、毎日家の中で窮屈な思いしながら暮らしてると、そんな風にだって言いたくなるわ。どうなの、結婚生活。どうにかやってるわ。旦那様は可愛がってくれるかい。気が向いた時にはね。幸福。りょうさんどうも。だから聞いてるんじゃないか。分かってるくせに。どうして。じゃあ、幸福よ。そっけ。それごらんなさい。そんなのあるかい。ねえ、りょうさん。本当はね、私、今のような生活、いいんだか悪いんだか分かんなくなっちゃったの。やっぱり古臭くて、はっきりしない女だったのね。なんだい。もう自信がなくなっちゃったのか。そうじゃないんだけど、少し考え直してやってみるつもり。ひろちゃんっての弱いようで、かなり強情張りだからな。ね、私、女子や家政婦みたいに扱われることは我慢できてよ。だけど、人形みたいに可愛がれることなんて嫌だわ。笑ったりしていいわよ。どうせ私がそんなこと言うのおかしいんでしょ。いや、そういうわけじゃないんだよ。いいわよ。せっかく相談に来たのに。だから相談に乗るよ。いいから、私勝手にやるから。美智子様、今日はお肉上がりたいなっておっしゃってましたが。そう。困るわ、一人勝手なこと言ったって。若奥様一番骨折れますわね。お母様からはお台所が少しかかりすぎるって言われてるんですから、あなたも少し気をつけてね。はい。姉さん、大きいね、刺身来たんじゃないの。さあ、どなむら。身元もはっきりしないような男と間違いをするから、すぐこんなことになる。いくらもいい縁談があったのに。本当ですよ。おとなしいばっかりに、ひろこみたいに幸せな人もいるし。姉さん、兄さんが帰ってきたよ。あら。うん、今日は何があるの。よく姉さんは来るし、兄さんは早いし。そうね、どうしたんでしょう。お帰りなさいませ。お風呂すぐ入りになります。一人でやるからいいよ。どうかなさいましたの。おい、
熊木の銀座を誰たら言ってたんだ。余震を見たって言うんで、今日事務所でみんなから散々からかわれたんだぞ。いとこなんです。いとこだかなんだか知らないけど、仲良さそうに歩いてたとか、気をつけろとか。兄弟のようにしていたいとこなんです。銀座買い物に出たついでにちょっと訪ねて帰りにお茶を飲みましたけれど。悪いことじゃないっていうのかい。どなる女が若い男と、しかも人目の多い銀座をさ、長長なんなんと歩いてそれでいいっていうのかい。そんな、でもそんなに信用がないんでしょうか。じゃあそんなことは黙ってろっていうのかい。すいませんでした。これから気をつけます。兄さん、お父さんがちょっと来てくださいって。そう。ねえ兄さん、陽子姉さんね、喧嘩して飛び出してきちゃったんですって。兄さんまだ？うん、もういいんだよ。久しぶりでみんな揃って遊ぶんだけど、やっぱり楽しいね。お姉さんは麻雀やらないの？うん、あいつはこういうことはダメらしいね。趣味なんてないんだろ。でもああいう人はあれでいいんだよ。よく働いてくれるんで私は助かるよ。私にはああいう奥さんの真似できないな。従順だけじゃ意味ないと思うわ。ああいうのもあるさ。うちの道具の一つみたいなもんで、それでまた満足してんだよ。姉さん、ここどうするの？どれ？ひろこ、ひろこ。ちょっと待っててね。包丁でも入れてくれないか。はい。あ、姉さん、後で私のお部屋にあるチョコレートの箱持ってきておいてね。はい。ごめんください。ごめんください。僕も増田ですけど、よくはおりましょうか。はあ、ちょっと待ちを。増田さんがお見えになりましたが。あら、来たの？まあどうしよう、お父さんお留守だし。私会うの嫌よ。兄さん返しちゃってよ。よし、僕が会おう。よくはおりますか？いるけれど君に会いたくないって言ってるんだ。でもちょっと会って話したいんですが。今夜はやめてもらいましょう。あれはどうしても別れると言ってるんだし、うちでも賛成した結婚じゃないし、この際よく考えてやらなきゃならないと思うんだ。いずれお会いすることになるだろうけど、それまで声は来ないでくれたまえ。何してるんだ、ひろこ。帰ったよ。だよ、情けない顔してたで。だって自分が育児がないんだもの、仕方がないわ。Thank you.
姉さんお掃除なんて好きなの？女中だけじゃ手が届かないもんで。あら、そう？私姉さんそういうこと好きなのかと思ってたわ。ねえ姉さん、姉さんみたいにして結婚した方ってやっぱり幸福になるものなの？そういう方もあると思いますわ。あら、じゃあ姉さんは幸福じゃないの？兄さん聞いたらびっくりするわよ。だけどそうね、普通してるだけの再婚業なんていいことないわね。ああ、さようでございます。どなた様でございますか？少々お待ちくださいまし。陽子様、お電話でございます。どれ？お名前おっしゃらないんですが。どちらへかお出かけになりましたが。ちょっとお部屋見せていただいてたの。お道具お姉さんみんな持ってらしたの？いいえ、こちらで買っていただきました。そう、いいわね。女ってやっぱりおとなしくお金のあるうちでももらわれていった方が得らしいわね。ひろこや、ひろこ、ちょっと郵便局行ってきとくね。はい。呼び止めしたりしてすいません。実はお願いがあるんですが、これを陽子に渡していただけないでしょうか。訪ねてもどうせ追い返されるに決まっていますし、何とかして一度会いたいと何度もこの辺をうろうろしていましたが、すっかり警戒されているようでその望みもなさそうですし、ぜひお願いします。ご迷惑をおかけするといけませんから、玄関に落ちてたとでもおっしゃって渡してくださっても結構です。どうぞお願いします。僕は陽子を満足に養えないような貧乏な育児のない人間ですが、あれを愛すことは誰にも負けないつもりです。陽子にどこまで真実があったか疑わなければならない今ですが、それでも僕はあれから離れられません。贅沢なわがままな女です。しかしもう一度戻ってくれさえすればどんなことでもしてやるつもりです。に落ちてたんだって？ええ、そう。どうせ見なくたって分かってるんだから。姉さん、お茶まだ？はい。玄関に落ちてた。あら、そんなせいしてんの？姉さん、ねえ、姉さんには弟が来たよ。あ、そう？僕思ってたって一緒に来たんだよ。僕の部屋行くよ。うん。こんにちは。いらっしゃい。ちょっと待っててね。こんにちは。いらっしゃい。ねえ、何したくの？ああ、すみません。
直されてばっかりいるんだよ。そう。どうしたの？お母さんがね、姉さんちっとも来ないけど暇があったら一度訪ねてくれって。そう、お母さん達者。姉さん心配すから行っちゃいけないって言ったんだけど、お母さん2、3時まで風邪ひいて寝てんだよ。まあそう。でどんな様子なの？そんなに悪いことないようだけれど。そう、でも困るでしょ。足つぶ頼んであるんだよ。そう。ねえ遊ぼうよ。でもお母さん寝てるんだったら早く帰らなくちゃいけないわ。だってもう少しでしょ。とにかくお父さんたちにちょっとご挨拶してきましょう。こんにちは。いらっしゃい。よく見えたね。まあゆっくり遊んでいきなさい。 ありがとうございます。お姉さんでとっても綺麗ね。綺麗だけど私ああいうタイプ嫌いだな。お兄さんと恋愛結婚？あら、ミア結婚なの？うん、うちの兄さんもミア結婚だけどとっても仲が良くてよ。私恋愛結婚でなきゃ嫌。私も。私もよ。もっち私もよ。私もよ。増田君、また違っているぜ。どうしたんだい、近頃。すまなかったな。少し体の具合が悪いもんで。気をつけないといけないな。課長にでも知れたら具合悪いぜ。あ、ありがとう。増田さん、電話です。もしもし、もしもし。ごちそう出してね。うちで作ったもんじゃないし、なんか取ってよ。お母様にご相談してみますわ。いちいちお母様に言わなくたってそのぐらいいいでしょ。でもだって5人ぐらいじゃないの。頼んだよ。何です？ごちそうさま。あら、もうおしまい？遠慮しないとわがんなさいよ。僕いつもこのおちゃんで3杯食べるんだよ。なんですね、次郎。増田に会ったそうだね。陽子ニュース言ってたそうだけど、西子が見たって言うんだ。どういう友達ニュースなんか言うんだ。黙ってちゃ分からないじゃないか。え、それに陽子が言ってたけど、僕に不満があるそうじゃないか。本当にそう言ったの？え？言ってごらん。本当なのか？どうしたの？なんでもないんだよ。どんな不満なんだ？え？言ってごらん。
申し上げても無駄だと思います。言っても無駄だって？じゃあ僕なんか言っても分からないってのかい？いつか分かっていただける時があると思います。そんな気持ちの悪い言葉やめてもらおうじゃないか。不満があるならあるではっきり言ったらどうだ。ねえ、どうしたの？何でもないんだよ。僕も帰るよ。まだいいじゃないか、もう少し遊ぼうよ。僕はいつも君のはっきりしない態度が嫌なんだ。言いたいこともあったらいい、自分が悪いと思ったらすぐ謝るようにしたらどうだ。じゃあまあ勝手にやりたまえ。姉さんどうしたんだろう。何でもないんだよ。そんなに向きにならなくたっていいじゃないか。僕だって君は嫌いでとやかく言ってるんじゃないんだし、ね、これから気をつけてくれればいいんだから。お姉さん、お姉さん。なんだ。お姉さんは？なんだよ。杉谷がいないからお茶入れていただこうと思って。バカ、そのこと自分でやりなさい。さらの言うことだから、はっきりしたことわかんないけど、それでもやっぱり心配になってね。だってどんなに仲のいい夫婦だって、たまには喧嘩ぐらいすることあると思うわ。そりゃそうだろうけど。なんだか姉さん寂しそうだったよ。心配ないわよ。ダメよ、一人で食べて。お母さんに持ってきたんだね。あの子は気がかっているから、大概のことは黙ってやってきてる。行かないとこも随分あるからね。はい、ありがとう。えっちゃんもお嫁に行ったら何でもやるんだろう。何でもって？お財布なんかできる？だって着物ぐらいのやつよ。本当？バカにしてるわ。じゃあ、かかんだか塗ってよ。まあ、嫌な子だね。お願いしますって頼みなさい。あ、姉さん来たの？こんにちは。いらっしゃい。ヨシコさん、見えてたの？ええ、お見舞いよ。噂をしてたとこなんだよ。そう？いかが？ありがとう。もうだいぶいいんだよ。マサオが喋ったんだってね。心配しただろう。どんな様子かと思って。でも安心したわ。お前も変わりないようで。ええ。これ、お開けなさい。何？これ。うちの方うまくいってるの？ええ。それが心配でね。マサは男だからどうにでもやっていくだろうし、お前さえ幸せにやっていってくれたら母さん本当に安心だよ。でもお母さん。何？何でもないの。マサオだな。お母さんにもあげてヨシコさんとあげなさい。姉さん、お客さんだからバカやってあげるよ。そう？じゃあ頼むわ。じゃあ私もレコードでもかけて、お客さんは歓迎しようかな。どうぞ。お母さん、一ついかが？ありがとう。おいしそうだね。このレコードと撮ったの覚えてるでしょ？また踊りましょうか。ダメだよ。また姉さん泣いちゃいけないもん。姉さん大丈夫かい？
大丈夫ですよ、ヒロちゃんなら。頭がいいんだもの。まあ、お肉ね。どんな場合だってうまくやっていける自信持ってるはずじゃないか。だけど、昨日のようにさ。大丈夫よ。お母さん、またナースのことなんか心配してるんでしょ。ナースぐらい私にだってできてよ。お金があって、無駄な除罪のない紳士で。こんないい結婚なんてあるしない。私みたいな頭が悪くて、古臭い女なんかにはもったいないわ。お電話でございます。どなた？若奥様に出ていただけば分かるとおっしゃって、お名前おっしゃらないんですけれど。そう、どなたなら。あ、奥ですか？僕、増田ですけど。何か。またご迷惑なお願いですけど、陽子にぜひことづけていただきたいのですが、実はある事情から今日会えなければもう二度と会えないと思いますので。何かございましたの？事情はどうぞ聞かないでください。すぐ分かると思いますけど、決して迷惑はかけない。ただ一目会って別れを言いたい。どうしても会うのが嫌だったら電話ででも話したい、そうおっしゃっていただきたいんですが。陽子はいるんでしょうか？ただいまお留守のようですが。では帰ったらどうぞ伝えてください。上野の朝日ホテルにいます。駅のそばの朝日ホテルです。電話は下屋の3649番です。待ってます。どうぞお願いします。美智子様とご近所お買い物のようでしたけれど。そう、陽子さん、ちょっと話が。何？私からかもしれませんが、増田さんからお電話がありました。そう、何ですって？何か大変変わったことがおありのご様子でしたが、ぜひ嫁に引かれたい。どうしてもダメでしたら電話ででも話がしたいとおっしゃってでしたので。どんなことがあっても私会わないって言ったの。姉さん知ってるんでしょ？でも今日お会いできなければもう二度とお会いできないだろうとおっしゃってましたので。だから会えっての？随分ご親切ね。姉さんも甘いのね。会いたければどんなこと言ってくるか分かりゃしないわ。陽子様、若旦那様からお電話でございます。陽子かい？あのね、松田が大変なことしてね。あら、どうしたの？会社の金を持ち逃げしたんだそうだ。前からちょいちょいごまかしていたのがもう知れたんだそうだが。まあ、武田が知らせてくれたんだ。とにかく君らうちから出ないようにしてなさい。ねえ、松田から会いたいって電話がかかってきてるのよ。姉さんが出たんだけど。じゃあ松田の居所分かってるんだね。姉さん知ってるはずよ。どんなことしてお前を連れ出そうとするか分からないから気をつけなくちゃいけないよ。あ、それからひろこをちょっと出して。姉さん、姉さん、
兄さんがちょっと出てくださって。あ、ようかい。お前増田の居所知ってるって。おい、なぜ黙ってるんだ。よく呼び出そうとしてるそうじゃないか。お前まだ知る前が、増田は大変なことしたんだぞ。どこだ、お知らせなさい。会社に通知してやるんだ。お願いです、それだけはなさらないでください。なぜ、どうしてなんだ。おい、なぜ黙ってるんだ。早く居所を知らせないか。よし、僕はすぐに帰る。増田はどこにいるの。ねえ、どこにいるの。陽子さん、堀江は増田さんの居所を聞いて会社へ知らせると言うんです。私には言えませんでした。陽子さん、あなたもそんなに増田さんを憎んでらっしゃるんでしょうか。姉さん、どうしたの。ねえ、私どうしたらいいんでしょう。私がいけなかったのよ。私がいけなかったんだわ。教えて、どこにいるの。ねえ、どこにいるの。増田さんは心からあなたを愛していらっしゃるように思います。あっとあげになるのは本当だと思いますけれど、今私にその方がいいと言えるでしょうか。に会いに行きます。どうして急にそんなバカな。私がわがままだったんです。私がいけなかったんです。バカ、今そんなことしてどうなると思う。ひろこ、増田はどこにいるんだ。なぜ言わなかったんだ。兄さんが会社知らせるなんて言うんで姉さんは言わなかったのよ。当たり前じゃないか。あんなことをするようなやつ、お前にまだ何をするか分かりやしない。何大きな声出してるんだね。ねえお母さん、増田はね、会社の金を持ち逃げしたんですよ。わあ、その増田に陽子が会うってんです。わあ、陽子、お前かかりにでもなってごらん。困るじゃないか。お前だけじゃない、うち中の者が世間に顔向けできなくなるんだぞ。ねえ、大丈夫かね。なんかかかりになるんじゃないかね。なんとか考えなくちゃいけませんね。お父さん、お父さん、さあどこにいるんだか言いなさい。陽子、お前僕の言うことが聞かないってのか。姉さん、私にだけ教えて。どうなさるの。会うのよ、会いたいの。今になってどうにもならないかもしれないわ。だけど私が心から謝ったら増田の気持ちだけでも救われると思うの。陽子さん。ねえ姉さん、私だって救われるのよ。お願いだわ、教えて。ねえ、教えて。上野の朝日ホテルです。ありがとう。陽子、どこ行くんだ。おい、どうしたんだ。まさか増田のところを知らせたんじゃないな。教えしました。何、教えた。バカ、どうしたんだ。こいつが陽子を増田のところやっちまいなかったんです。陽子が出て行ったって。まあどうしよう、どうなるんだね。なんだってそんな真似するんだ。世間の笑い草だぞ。明日の三面のいい材料だ。バカなことしやがって。どうするね新一。僕が行って何とかしてきます。陽子を戻してあいつは会社に渡してうまくかかれば大丈夫でしょう。おい、どこにいるんだ。おい、手遅れになったらどうするんだ。みんなお前の責任だぞ。存じております。知ってるって。じゃあなぜそんなことしたんだ。
私はただ自分の本当の気持ち。お前の気持ちなんかどうだっていいんだ。いいえ、陽子さんの幸福を思いましたか。おい、松田は泥棒したんだぞ。たとえどんなことをしたにしましても、陽子さんのことを考え、松田さんのことを考えておあげになったら、もっとなさりようがあると思います。お前俺に盾つきか、正気で物を言ってんのか。正気です。そして皆さんのなさりを腑に落ちません。黙れ、出てけ、貴様のような出てけ。出て行けとおっしゃるんですね。お前どこまでも松田をかばう気か。何をおかしい、俺をバカにする気か。おいとまする時が参りましたわ。出てけと言ったけど、お前が悪かったと謝って松田の居所を教えてくれさえすれば、俺はお前を許すつもりなんだよ。そんなことじゃありません。皆さんの冷たい心が今日耐えられなくなったのです。聞いたふうなこと言うんだね。じゃあ言うがね、俺はお前を可愛らなかったかい。何か不自由な目に遭わせたことあるかい。お父さんやお母さんがどんなにお前に感謝してるのか知らないのか。それはありがたいとは思わないのかい。私は可愛がっていただきました。でもそれは愛じゃありません。座敷の飾り物を大事にするのと何の変わりがあったでしょう。感謝してくださったのもただ私がいたら便利だからです。それが愛でしょうか。バカバカしい。前は堀江家来たプマだぞ。今更愛だの何だろうと甘いことが言ってられるのか。お別れにならないのです。ご自分たちのご都合のいいようにお考えになるだけで、誰の心をも本当に分かろうとなさらないのです。うざい、そういう子に言わずに嫌だったら勝手に出てけ。仮面よりも世間よりももっと大事なものが人の心にはあるはずです。勝手にしろ。5年ぐらいかな。陽子さんも大変だわ。5年の間苦しむのね。そりゃそうと、君どうするつもり今後。また働くわ。おばさんはどう言ってるの。お母さん困ってたわ。で何かい、もう奥さん家業やめ。ええ。陽さんもお嫁さんもらうなら気をつけなくちゃダメよ。大丈夫さ、僕なら最初からそんなのもらえしないよ。君みたいな女は一番困りもんだからな。そうね、変なとこ自信持ったりしてまあ思うようにやってみるさ。興味を持って見てるよ。私もっともっと苦しまなくちゃいけないの。そして自分を作り上げ作り直していくの。夢でもいいの。何が世の中で一番美しいか、それが分かりさえすればいいの。ずるずるになっちゃいけないわ。仕方がないじゃいけないわ。人間の中にはもっと尊いものがあるはずよ。私それをどこまでも追い求めていくの。